中1英語です。今日はねテキストを使いまして16ページからのところなんですが、まあなんか今更感もあるんですけれどもね、はい、この This is の文章というのが、まあ教科書この後出てきますので、まあ改めて確認をしておこうということになったわけでございます。近くのものを指してね、これは何々ですなんていう言い方ですね。あれなんていうのもありますが、とりあえずこのページ16ページに関してはもう This だけということになりましたね。ですからなんかこの話は知ってるぜっていう人も多いかと思うんですけれども、一応ね改めまして確認しておこうということでございました。はい、じゃあいきますね。例文としてね3つほど出てますね。はい、 This is a pen ね、まあもう言うまでもないような気もしないでもないんですが、はい、この This という言葉ね、これに、これはという意味があったわけだよね。はい、この is、 はい、何々ですという意味でした。はい、ですので This is a pen ね、なんていう風に言ってあげることで、これはペンです、はい、これはペンです、はい、 This is a pen、 はい、これはペンですということになるわけだね。はい、そして今度はその後にね否定文と言いましてね、ではありません、これは、ね、何々ではありませんなんていう時、さあどうしようっていうことなんだね。はい、そんな時はですね、はい、この今、はい、This is なんていうふうに書いてきたこの is の後に、is の後に not、 not と読みますね、 not と読みます。はい、この not というのを入れてあげて、 This is not a table、ね、This is not a table、ね、なんていうふうに言ってあげれば、これはテーブルではありません、そう、 is の後に not、 not というのを入れてあげればいいんです。またはね、短縮形があってね、isn't なんていう短縮形があります。This isn't a table、ね、なんて言ってあげても、同じくこれはテーブルではありませんと、ね、いう意味になってくるんだよということになったんだね。はい、そしたら今度は疑問文です。ね、以前、you are、ね、I am とか you are の時と、まあ、同じ調子でね、いわゆるその be 動詞というものを前に出してあげる、主語の前に出してあげるわけですね。はい、ですので this is の文章でしたので、その is を前に出してあげて is this、ね、なんていう風にしてあげれば、はい、そして is this an orange なんていう風にしてあげれば、これはオレンジですかなんていう風な疑問文が出来上がってくる。そして聞かれました、答えたい、ね、Yes, it is とか No, it isn't なんていうふうに答えてあげて、はい、そうです、いいえ、違いますね、なんていうことになったわけでした。This、ね、での疑問文ではありますが、It というのを使って答えをね、作っていくわけですね。 Yes, it is、 それから No, it isn't ということでした。さあ、そして、ここのあという言葉でしたが、これ何でしたっけということになると、特に日本語にね訳したりはしなかったんですが、一つのなんていう意味があったわけだね。今回はペンですので、まあ、単位、まあ、その1本2本数えた方がいいのかな、はい、ですのでこれはね、厳密にはね1本のペンですという意味なんだけど、特にこの1本のというのはね、日本語にはせず、ただただこれはペンですなんていうふうに、訳されることが多い。ただ英語ではしっかり入れてある。それが、ほら、なんだっけこれ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 、Is this an orange? なんていうことで、はい、ここで an になる。あじゃなくて an になってる。なんでこれ an になるんだっけなっていうことでした。ね、まあ普通はあでいいんですよ。ね、This is a pen、ね。This is not a table。ところが、Is this an orange? ね、あれ疑問文だから an にするの？違う違う違う。あとに続く単語の発音が、母音と言いました。母音、カーちゃんの音ですね。母音って何ですかっていうと、あいうえおの音ね。あいうえおの音。はい、母音と言います。はい、ですから今回、ほら、オレンジ。あいうえオレンジなんですよ。だから、これ、あじゃなくて、あんです。ペンだったから、あなんです。テーブルだったから、あなんです。でも、オレンジ、ね、母音なので、あんにしてあげるということですね。だから他にも、例えばですよ、はい、卵、ね、卵ってさ、エッグじゃないですか。ね、あいうエッグ。はい、ですから、例えば、ね、これは卵ですかにしたければ、Is this an egg? ということ。
またはリンゴだってそうだよね。APPLE、アポ。ね、IUA、アポ。はい、ですからこれは、リンゴですかなんていうことであれば、Is this an apple? ね、なんていうふうに、案にしてあげる必要があるということになりました。はい、ということでした、本日。ね、はい、ということで、なんかもうこんなものは知ってるぜっていう人もね、多かったんですが、一応ね、この後、教科書では出てくるというところになりますので、まずはこの This is の文章を確認でございました。次回、That is、まあ、あんま変わらないんですけどね。はい、That is の文章入っていきますね。はい、ということでした。では、こんなところです。